こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の、6月30日を3時間ほど過ぎましたけど見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 60.5 ということでちょっと下がってきてるんですね。はい、でも円安になってきてるのでね、円でちょっと、少しは上がりそうなもんですけども、今は60を切ってまた60に戻ってきてるという感じですね。これ15分なので、はい、4時間足にするとここ3日間ぐらいずっとしてきてると。でも月末ですので、はい、6月30日でこの時点ということで、陰線が大きくなってしまいましたね。この実態のところだけいくとね、はい、ちょっと残念な形。まあ、ハードフォークが7月にずれたからといって安心できるのかどうか分かりませんけどね。次陰線だったらちょっと大変なことですね。この1月の最初に戻ってしまうということで、この1年半で行ってこいという感じですかね。はい、ではツイッターの見ていきます。はい、その前にです、カタリストですね、の、提案の募集がね、終わりましたね。はい、で、こちらが提案がいっぱい出てるんですけど、ここの DAPS の提案がね、594と600近くあるっていうのがすごいなと思いました。で、他は意外と2桁とか多くて少ないなということです。こんな感じで少ないですよね。はい、ただまあ金額にこのジャンルごとに差があって、おそらくここが一番大きいところで、ここが800万ドルかな、はい、ぐらいあったような気がするので、すごい大きいので、まあ、そこにみんな提案してきていると。まあ、ダップスなんでね、たくさんやりようがあるのかなと思いますけど、あと、アジアっていうところがね、このグローイーストアジアっていうところ、ここがちょうど100件ということで、まあ、ここにおそらく日本の案件とかが、ね、出てきてる、日本特化した案件が出てきたりしてるんじゃないかなと思います。はい、で投票は8月なので、まあ、少し7月の間は、中を吟味したり修正というか指摘をしたりというタイミングになってくると思うので、はい、まあ、だんだん日本語でね、日本人がこれ出してるよみたいな情報も出てくると思うので、ちょっと拾っていきたいと思いますが、提案された方お疲れ様でした。はい、ユーニョさん、おー、ついにエイダ忍者ゲームローンチ、ウォレットつなぐだけでゲームできますということで、エイダ忍者 You can play the ninja shares for ninja alpha ということで、下に、はい、こんな感じでね、ゲームが、このゲーム、この絵だけ見るとね、なんか私ゲーム詳しくないので、全部ゲームが同じに見えてしまうということで、はい、ただこれがブロックチェーンゲームということなので、中の NFT とかいろいろ売り買いしたり、まあ、ドラクエなら雰囲気なんとなくわかるんですけどね。はい、その中で、通貨がまあ仮想通貨になっているということなんでしょうけどね。はい、だんだん盛り上がっていくといいなと思いますし、やってみたいなと思うけど多分すぐ飽きそうなんでね、ちょっといつもこういうのって手つきるずに終わっちゃうんですけど、はい、注意して見ていきたいと思います。はい、あとユーニャさんが、昨日会話の人とミーティングさせてもらった時に話題になって、吉祥寺にクリプト NFT パーって需要ありますか、需要があればいろいろ話せる場所を作ろうかと、私的には都心じゃないと需要ないイメージだけど皆さんご意見くださいということで、 NFT 好きな方がね、集まると、この間NFT 東京っていうんですか、ありました。すごい盛り上がりでしたよね。だから東京であれだけ盛り上がってれば吉祥寺で盛り上がるのかなと思いますけど、はい、近くの方はどうでしょうかね。はい、T4 さん、体の DEX 僕も参加させていただきますと、DAO さんの Twitter スペースのリンクはこちらですということで、下に行きますと、7月1日ウィングライダーズについてのイベントということで、アンバサダーのこの方や公式の方参加していただけるということですね。はい、9時からですね。はい、はい、コーヒーさん、IOG チームがまたやばそうなの語彙力を出してきましたね。
なんていうの、ミノタウロス、プルーフ・オブ・ステーク、プルーフ・オブ・ワークの並行ブロックチェーン構想が発表されていましたが、これの伏線という感じでしょうかということで、ちょっと難しそうですけど、ビットコインブロックチェーンに関連するプロトコルのエネルギーコストとカーボンフットプリントを最小化することは、クリプトカレンシー空間で最も広く識別されている未解決の質問の一つです。中本の最長チェーンプロトコルのプルーフ・オブ・ワーク・プリミティブを有用な作業の証明、プルーフ・オブ・ユーズフル・ワークに置き換えることは、多くの点で理想的なソリューションとして長い間理論化されてきましたが、今日までこの概念は説得力のある安全な実現が欠けています。そこで IoG の研究論文、オフリモス、プルーフ・オブ・ユーズフル・ワーク・ア・プローバー・プローバブリー・セキュア・ブロックチェーン・プロトコルがクリプト2022に受け入れられたことをお知らせしますと。はい、それがここのインターナショナル・アソシエーション・フォー・クリプト・グラフ・クリプト・ロジック・リサーチというところですね。はい、そしてこの論文では、チームはコンセンサスメカニズムが分散型最適化問題ソルバーを同時に実現する新しいプルーフ・オブ・ユーズフル・ワークベースのブロックチェーンプロトコルである、ちょっと読み方わかんないですけどね、はい、ということで、ここで論文を読むことができますということで、はい、ちょっと論文はねなかなかいけませんけども、はい、まあ、新しいキーワードが出てきましたよということで、 POUW、プルーフ・オブ・ユーズフル・ワークというのが出てきたよということです。はい、コインポストソラナのボット問題3つの改善策、1つ目が間もなく実装へと、はい、ポルカドットの新しいガバナンスシステムということですが、こちらをちょっと見てみますね。ゲブウッドさんが新しいガバナンスの仕組みを発表したと。現在のガバナンスシステムをガバナンス1位と呼び、今はチャンネルコミッティ、テクニカルコミッティやカウンシルが存在していて、分散化させる必要があると主張、誰でもプロジェクトに関する提案を行えたり、同時に多くの投票が行えたりする新しい投票システムを導入すると説明したということですね。プロカドットはこの過程でプロカドットデコードというイベントを開催、ウッド氏はイベントに登場し、ガバナンスを分散させる必要性や現在の問題点などをプレゼンした。ウッド氏はガバナンスの安全性と意思決定の速さはトレードオフにあると指摘している。ガバナンス1は安全だが速さに欠けており、過度に中央集権的だとも説明。ガバナンス2では安全性と速さのバランスを向上させるため、多くの要素をガバナンスに導入するとした。ガバナンス2は現時点で、開発段階のようだ。ポルカドットの、共同創設者は今後について新しいガバナンスシステムは草間にローンチする予定。その後ハードフォークせずにポルカドットのメインネットにデプロイするとコインポストの提携メディアに説明したということですね。はい、まあ、ポルカドットはね、まあ、体のと双璧をなすというような感じのイメージを持っている方多いと思いますんでね、はい、ちょっと、まあ、私もそういうイメージ持っているのでチェックしますけど、やっぱ参入障壁というか体のほど、ね、低くないので、中央集権的な感じは若干あったと思いますけど、はい、でちょうど、はい、ちょうどチャールズさんがね、ガバナンスについて、レストークロードマップ&ガバナンスということで、ガバナンスについて話をしているので、ちょっともしかしたら関係あるのかもしれませんけど、はい、こちらまだ見てないのでね、はい、誰か日本語出してくれるかななんて思ってます。はい、で今ソラナの話をするはずがポルカドットの話に行ってしまったので、ちょっとクリックするところ間違えたようで、ソラナのこっちを見てみますね。はい、ソラナのブロックチェーンを開発するソラナラボは、ネットワークの安全性向上に向けた3つの改善案の開発事業について報告したと、ちょっと止まりましたからね、ソラナね。ボット由来の大量トランザクションにより、過去数回にわたってメインネットの大規模な送金詰まりが発生。5月は NFT を発行するトランザクションが急増したことで、バリデータのメモリ使用量を圧迫し、7時間にわたってネットワークが停止したと。こうした状況に対処するため、ソラナラボは通信プロトコルを UDP から QUIC に変更、トランザクションの優先順位付けにステークウェイト QOS を追加、需要が高いほど手数料を引き上げる手数料市場の3つの対策を導入しようとしている。これら3つの実装はいずれもソラナメインネットの性能向上を目的としている。
はい、あと、まあ具体的なね、その変更の内容を書いてありますけど、まあ、ここはちょっとわからないので深入りしませんが、まあ、ソラナ対策してますけど、やっぱり出てからね、直すっていうのがならないようにやってる体のっていうのはすごいなと改めて思いますね。はい、値段に戻りまして、はい、60.41 円ですね。はい、14,012.9×60.41 で元本が10万円ですので、計算しますと、あら、マイナスになっちゃった。はい、修正して74万6,519円のプラスと、はい、いうことになりまして、746.5% のプラスということでしたね。はい、暑いのでね、お気をつけください。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。